あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。いやー、俺はどうやったらミサメロみたいな生活できるんだ。はい、ということで今回は年収別東京での暮らしハイスペックバージョンということでいきたいと思います。じゃあまあざっくり1000、3000、5000、1億で2000欲しないか。2000円違いますかね、やっぱり。1000と3000はもうだいぶ違うから。じゃあ一般人がギリさ医者とかなって頑張れば、確かに2000でいけるべ、うん、1000、2000、3000、5000、1億でお願いしてよろしいでしょうか。じゃあ3000まではミサメロ言ってよ、さすがに。いやいやいい、もう本当さっき尺たくさんいただきました。俺はむずいんだけど、年収歴でいうと独立直前がベイカレントで500万ぐらいで、独立初年度が3000だったんだよね。あ、だから1000、2000の経験がないんだよね。一気にバーン行くじゃないですか、うん、気持ちとか生活のなんか仕方とか、結構急に変わったりするんで、あんま変わんないですか。年収にだんだん自分が追いついていくんだけど、それよりも年収がハイペース上がっていくから、あれこれ俺なんかもったいない、いやでも別に貯金するのは考えたら余裕だしなみたいな、なんかこう不思議な感覚が続くって感じ。めっちゃ出世したりとか、外資のなんかすごい会社とか行ったら、サラリーマンボーダー2000万ぐらい、確かにそうですね、頭が2000くらいですもんね、そうね、だから月150とか60くらいでしょ。2000とかになると税金半端じゃなくなるから、160万が額面だとして、多分口座に振り込まれるのね、100とか110とかだよ。半分ぐらいのイメージ、まあ、3割以上、4割とか3割で、家賃で多分2、30とかかかるでしょ。あとタクシーとかで、まあ、10万ぐらいかかったとしたら、意外と月使えるお金が50とか60とか、もう1日2万円使えるんですよね、うれ、ん、しそう。1ヶ月分ぐらい。いや結構いい。まあでもそう考えたら、じゃあ1000万の延長線上っちゃ延長線上、うんうん、そう、毎日贅沢はじゃ逆にできないってことですね。できない、まあ別に貧乏ではもちろんないけど、コミュニティによってはそんなにお金持ち感はないかもね。それこそ会社員で朝から晩まで働いてお金使う機会あんまありません、強いてならランチで5000とか食っちゃいますとかっていうのの世界で2000万だったら、土日は何使おうかなみたいな、チケット一番高いの買っちゃおうかなとかって、そういうなんかいろいろあると思うけど、普通に独立自営業で2000万だと、それこそ自営になると自営の人と付き合うようになるから、別になんか毎日がめっちゃ贅沢してる感覚にはならないというか、普通に生活してたら意外と1日1万2万ってすぐ行っちゃうみたいな感覚になるというか、で多分今の目覚めやろぐらいなんじゃない、そういうのが。贅沢してる感覚ないと思うけど、別にタクシーとか、まあ、乗るときは普通に乗るでしょ。でもタクシー1回乗ってたら何千円とかで、飯もまあまあ食いたいものを普通に食っててってなったら、それでなんか一気に1日1万2万ってすぐ行っちゃうから、だからあの2000万だと普通に好きなことを好きなようにやってたら意外と足りなかったりとかするぐらいじゃない、うん、あれゴルフとかってホール回るとかになると大体いくらぐらいかかるんですか、なんか普通のスタンダードに、うん、今2万ぐらいじゃない、交通費込みで 2,3 万は見た方がいいんじゃない。逆にじゃあ収入1億やったらゴルフはめっちゃ節約になるというか、あ、そうだよ、こんなに時間使ってたった3万しか使わなかった、あるぐらいの感じじゃない。飲み屋だったらもうすぐ3万そうそうそうなるのに、うん、ゴルフは節約みたいな、うん、でマジでその考え結構あって、結局そのいくらその贅沢するかっていうより、何日間遊んでるかの方がでかい気がしてて、分かりやすく言うと入院してたらマジ金使わないじゃん。マジ足骨折して入院した時めっちゃ金貯まったというか、収入というよりは遊ぶ日数が大事っていう、うん、そうだから会社員と自営業の違いそこで、1回で10万バーンはすごい飲むけど、3日間遊べる日があったら1回につき3万だったら、まあ、3万はまあまあってなんかちょびちょび飲むというかっていう感じね。はしごしたらもう終わりだし。堀尾さん、就活生が今すぐすべきことは何ですか。ニースカンパニーに参加することですかね。上場企業からベンチャー企業まで網羅している就活イベントなんだよね。面接対策まで徹底的にサポートしてくれるから、内定が欲しいな概要欄から参加すべきです。やっぱり会社員とかだと稼ぐ人ってめちゃくちゃ忙しいと思うんですけど、自営業とかだと自分に使える時間っていうのもやっぱり多いんですか。多い。暇になろうと思ったらクソ暇になれるからね。でも稼げるんですか。例えば僕がじゃあ仮に年収が1億円だとして10の仕事がありますと、まあまあ忙しいです。でもこれ年収3000万の人雇って10の仕事してもらったらゼロになるじゃん。で年収7000万じゃんっていう理論なわけです、うん、要は稼いでる忙しいとかっていうよりかは、だいたい年収30万と5000万の人雇っちゃえば大半の仕事は完結するから、逆に言うと暇な人っていうのは自分が見入れて働いてたら今の年収倍になるよねっていう人だったりするという、稼いでるから暇っていうよりは稼いでるから暇になれるみたいな感じじゃない。別に額によってどっから
暇になるとかはなくて、うん、その人が暇にしようと思ったら年収は下がるけど暇になれる。そう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 、これ知らない人意外とね多いんだけど、実際はそうだと思う。これやっぱり雇われ側だとずっと忙しいってサイクルは抜けられないですか？抜けられないね。だから雇われる側も自腹で秘書とか雇ってね、自分じゃなくてできることを秘書にやらせたら年収下がるけど暇になるじゃんみたいな話だとは思うけどね。じゃあ続いて、うん、3000万ですかね。まだタクシーを使うようになったかな。タクシー使う、飯はもういくらでも OK、 何するのも一番高いプラン。あ、うん、それはないかも。確かに女の子系の遊びだけちょっと高いから一応気をつけるみたいな。3000万だとラウンジとかキャバクラとか無限に行って豪遊って感じではまだない。それは全然違う。例えば舞台見に行くってなって、うん、S 席と A 席やったら A 席選ぶみたいなことは、うん、まあ基本はそうだね、うん、独立して3000万の時ってどういうとこ住んだんですか？俺は30万ちょいのとこ住んでた。それ新宿の？そう、ラトゥール。ラトゥール、うん、でもそれって30万の人の中では普通ぐらいの感じですか？むしろ抑えてたかも。だから30万ってことは250万じゃん。250万のうちの30万だからまあ 10% ちょいしか使ってない気ですね、うんうん、けど自営だから3000万でも来年も絶対に稼げる3000万なのか来年分からない3000万なのかで気持ち的な可処分所得全然変わるから、だからそういうのを変数として鑑みないといけなくて、そこまで話したら多分もうなんかキリがないから、うんうん、一旦3000でだとそんな感じ。ラトゥールのその新宿ってどんな感じなんですか？間取りとか別に。あ、その時は60平米だったから、まあ、別に一人暮らしちょっと広いぐらい。 2LDK とかですか？俺はそれを 1L かな。 1LDK、うん、どこに30万かかってるんですか？場所っすか？まあ、タワマンのセキュリティが24時間コンシェルジュいて、鍵がピッピッて2段階ロックでとか、やっぱコンシェルジュが一番でかいかな。あとまあジムとかゴルフレンジとか全部ついてるけど、使い放題なんですか？まあまあ、あのベッドちっちゃなお金払うと使えるみたいな。特に我慢するものも、我慢するものはないね。3000回はないんじゃない？俺の感覚は2400万って言ってるけど面白い。月200、まあ、月200、そう、月200超えた時から我慢することはなくなったなっていう。だけど女の子系だけはライバルが入札単価みたいになっていくから、美咲ちゃんに月10万でどうみたいな言って、無理みたいな、いいよとかなんかいろんなアッとして、隣で月俺20出すよって言って、美咲ちゃんそっちになびいちゃうかもしれないってなったら、ここでこう入札制になるから、いくらあればいいじゃなくライバルがいくらかみたいな。別に女の子お金で買えるって話じゃないからね。そのもプレゼントとかね、美咲ちゃんクラスだったらもう相当月コメントあれば、はい、差し控えてるだけで受けるんやから楽っすよね、うん、すっごいわ、ね、美貌があるからね。会社の口座最後に見たのは3年以上前かな。だから秘書が横領とか経理が横領してても気づかないね。みんなチャンスや。街をカード1枚と携帯持ってればもう無敵みたいな。もう俺に払えないものはねえと、ぼったくり居酒屋来いよみたいな。かかって来いよみたいな感覚になるというかね。